けても大丈夫。僕はやっぱりずっと小さい時からオートバイが好きで育ってきてるので、自分の好きなバイクを探してるっていうか形にしてる。両親が40歳の時の子供なんで、僕は5人兄弟の末っ子で、父親はハーレーを乗ってたなって、そんな話をしたことがなかった。その時がんを患ってて、なんとかギリギリ書いた感じです。そんでゼロになったんだ。それでゼロを全部後輩に渡して。なんでアメリカに来たかって、何ですかね。もう帰れない。帰ってくるって言ってますか。ここから全てスタートします。いつか富士のカスタムをやりたいなと思います。